久保さん、行きましょうか。新書、新世界訳。これ行きましょう。これね、ゴールドなんですよ。すごくないですか、ゴールド。これ結構ね、多分いいやつです。ゴールド。光ってる。でもね、このね、聖書のね、悪いところが何かっていうと、めちゃくちゃ分かりづらい。だ結局分かりづらいから何やってるかっていうと、まあ勉強会やってこれ読み上げて、これはこういうことだよねってずっとやってるみたいなね。ずっとやってるみたいな。そう。だからまあ僕たちもなんか吉谷の聖書みたいな、あ、これ商品作れましたね。吉谷の聖書みたいなね。もう吉谷信者がたまらない吉谷の聖書みたいな。Y の聖書みたいな。これちょっといいかもしれないですね。商品で Y の聖書っていう。そう。もう分かりやすくね。分かりやすくその生き方、考え方、お伝えできますんで、僕はね。これはね、ほんと分かんないですよ。読み解けない。解読が難しい。うん。まあ、いいこと書いてあるからね、ずっと語り継がれてるとは思うんですけども、でも時代は変わりまして、もっといい伝え方がある。昔はね、こういうものでしか伝えられなかったけど、今はテクノロジーが進んでね、その動画でこういうふうになんか分かりやすく解説することもできるわけじゃないですか。だからまあ、本当にまあ、一人一人聖書かな、みたいな話ですよね。うん。いい時代になりましたよね。だからまあ僕のファンの人は僕のお告げですよね。僕のお告げ動画を聞いていただいて、まあファンになっていただいてるっていう話で、一人一人のね、聖書が作れる時代になりましたね。いってらっしゃい。